弾丸に入る。ハイギアードの輸出用ファイナルギアでリミット8000まで回していく。オッケー、ナラシの最終仕上げ、本物かどうか踏み切ってよ。ジェット合流。これで役者はその他分けや。ただ即駆け引きなしで踏み切りか。600馬力の L 型ツインターボと700馬力のフラット6ツインターボ、両方ともロスの多いモンスターマシンや。対するこっちはたった450馬力。4速8000回転、回せば回すほど軽なるこのフィール。5速。今まで5速で8000回れば265キロやった。それを約 15% アップのハイギアードのファイナルで8000回して300キロ。たったの450馬力でこのランエボを300キロに持っていく。伸びる、回転が軽い。ただ早いですよ。4つの力で地面を蹴りつけるんや。コーナーを前に立ち上がるこのトラクション、速さを突き詰めれば4駆しかないで。どうや、2駆の車はコーナー真ん中からまっすぐアウトに踏むしかない。その内側にこっちは入れるんや。なんて加速なの。山本社長が言ってたけど、あれ本当に450馬力？エンジンなんて本当に不思議なもんでな、理論や理屈なんかで割り切れないとこがあるんだよ。いい加減に組んだエンジンが結構いい調子で回る時もあるし、ひたすら緻密に手間と時間をかけてもその割に報われないこともあるのよ。どこをもって満足とするのか、何をもって終わりとするのか。4岩津4全て OK。 どうする。踏む、このまま一気に蹴りつけたる。早い、いや早すぎる。離される。ブラックバードが10ならランエボは12、そしてお前の Z はやっと9。その差は大きいと思うか、その差は縮まらないと思うか。なくなるよ、そんな差は。同等以上になれる。ただしそれは全てを一気に終わりにするかもしれないがな。埋めるか、それでも Z。 お前が望めば Z は叶えてくれる。お前を乗り手と選んだ以上、あいつはそういう車なんだ。Z が来る。やられた。思いっきし抜かれたわ、ほんま。このまま？まさか、逃がすかい。富永さんはドライブコンピューターにスペシャルプログラムを入れてくれたんやろ。入ってるよ。転換も年長も限界まで追い込んだのが、ブースト 1.8 キロで500馬力オーバー。でもそれは10秒しか持たないって。10秒か。うん、10秒。富永スペシャルのプログラムは10秒踏めば壊れるっちゅうことか。言い換えればその10秒間は未知のパワーが見られるってこと。踏んでみる。よ
よっしゃで250キロ、すごい中間加速や。なんであそこまで踏み切れる。もう一瞬も後がないような。今のでも4秒ちょっと、まだいけるよ。抜かないで踏み続けて。やっぱランエボは200キロ超えるとナーバスやわ。ショートホイールペースがアダになるし、腰高感が出てフラスクで。気のせいよ、ドーンと安定してる。ほら後ろ、ブラックバードが迫ってきた。初めて知る家族。ただ速いとかそれだけやのうて、何かと引き換えるような不安な感覚。10秒までの命。お前に大事なことを教えられたんか。俺の知ってること全部お前に教えてやりたい。俺が散々無茶してきても死なんかったんはほんまたまたまなんや。それがそのまんまお前にも当てはまる保証なんてないんや。お前が俺を追いかける形で走り出した以上、お前が絶対しないようにすることは俺の責任なんや。チューナーってのは矛盾した人種でな、心の底のどこかで望んでるとこがあるんだ。手塩にかけたそのエンジンが壊れるものな。積み上げたものが壊れることによって何かがわかる。それが知りたくて仕方がないんだ。速さへの飽くなき欲求、それがチューナーって人種なんだよ。ここまでや。これ以上はもうテンションが続かんわ。終わりや。ブラックバードが前に出た。ランエボは失速したよ。壊して壊して分かっていくんがプロならあかんわ。やっぱ俺はプロにはなられへん。はっきり分かるわ。10秒全開したらほんまにこれ行くわ。そんなん俺には耐えられへん。お前の組んだこのエンジンマジで最高や。せやから俺はもうこれ以上踏めん。最後まで踏み切るのも自由なら、降りるのもまた自由。もしこのエリアに約束事があるならたった一つ、それは走るも降りるも自由ということ。お前はきっと一生降りられないだろうな。何しろ虜だからな、あのエリアのスピード域に。お前はマジだよ。18で車という機械に出会って、このスピード域、この空気の感覚を知った。でもいつか降りると思っていた。それなりの時が来れば自然に降りてしまうものだと思っていた。それが自然だと。このセットに出会うまでは。20キロ平均で走る一般車の中を最低でも200キロのスピードでスラロームし、一瞬のクリアで即250キロオーバー。ほんの少しのステアとスロットルコントロールで第一車線から第三車線に一気に飛ぶ。
やわなセッティングじゃとても踏めない。 Z が遅れている。感情の C1 も悪くない。だがやはりここにはかなわない。絶対ここは飛び切りなんだ。ここで引くわけにはいかない。この湾岸線でブラックバードが速い。離される。圧勝だな。ブラックバードが上だ。音が違う。 Z の音が変わってしまった。こんなノイズなんか出さなかった。音が壊れている。アキオ君、無理なのに、もう無理なのに、それでも走ろうと喘いでいる。ブロー、違うな。どこかが壊れたというわけじゃないだろう。アキオも踏み続ける気持ちだった。何か尽きたというか。海底トンネルを飛び出して左へ大きくカーブ。よくあそこまで踏み切っていけたものだ。不利なキャブにこだわり、それでも速さを求め続けてきたあいつだからできた。だがここに来て尽きた。力と力、はっきりと打ち負かされてしまったんだ。勝ったのはブラックバードだったって。海底トンネルを出て羽田のストレートで Z は離されて、あの直線は勾配がきついから車の力の差が出るって親父が言ってた。たとえブローしても追えばよかったんか。どうだろう。いや、あそこまでや。俺はそういうのをきちんと認めるも大事やろ。そうなんだろうね。10年経ったらお前が新しい RGO のボスやな。え、それはまだ。いろんなこと経験してええチューナーになってくるな。大阪でずっと見てるから。見てる？それってどうやって？雑誌に載った記事で？それとも RGO のホームページで？そういう何かを返したものってどうなのかな。ダイレクトに見てなきゃ結局わかんないんじゃないの。大阪へ帰ったらそれっきりでいいじゃん。エイジさんは大阪へ帰るんだから。待ってる人のいる大阪へ帰るんだから。もしもし、今荷物まとめてるとこや。まほとんど捨てるけどな。明日そっちへ帰るわ。あ、せや、まだ3ヶ月経ってないけど、もうええね。その分かったていうか、ちゃんと自分で納得できたし、本物っちゅうか、そういう連中と走れてごっつ楽しかったわ。ずっとあった気持ちの閉塞感みたいなもんが消えて、教えられたっちゅうか、気持ちが助けられた気がするわ。走るいう意味も少し分かった気がする。マキ、俺たちはほんまの兄弟やない。俺はそのこと気にして大事なことごまかしてた。帰ったらきちんと言うわ、俺のほんまの気持ちを。山ちゃん、なんだか気が抜けたみたいね。ああ、俺もだよ。エイジはまた元の仕事に戻るのかな。そうね。エイジ、大阪に帰ったな。うん。何よ。綺麗に脂肪がついてるから一見わかんねえが、ちゃんと中に硬い筋が入ってる。え、10年やれば綺麗に筋張った腕になるな。どうする、マジで俺の後を継ぐか。まだわかんない。とりあえずエンジンを組むのが楽しいだけかな。羨ましいよお前が。
なんで？ママが言ってたよ。親父ほど生きたいように生きた人はいないって。まあな。それでもどうしようもなくお前らの世代が羨ましくなる時があるんだよ。俺は俺の時代しか生きられないんだって当たり前のことに気づいてな。車だってそうだろ。どんなにすごい高性能車でもいつまでも舞台の真ん中にはいられない。人間だってそうだ。どんなに素晴らしいスポーツ選手でもいつかは過去の人になる。時の流れは残酷で、そして正直だ。お前はお前の時代を生きる。それがチューナーなら俺は嬉しいし羨ましい。お、この3人は。よう、久しぶりだな。どうも。いろいろ噂は聞いてるぜ。とうとうブラックバードにやられたってな、あの Z。 ブローしたわけじゃないってさ、ガッちゃん。その後普通に走ってるらしいし。そうなんですよ。前と変わらないように早いんですよ。でもやっぱり違う。走りの感覚が Z は Z なんだけど。何かがなくなってしまったって明雄くんがそう言うんです。何かね。でも調子崩してんならバラさなきゃ治らないよな。あの Z も機械である以上はな。そんなに好きなのかよあいつが。え、正直に言ってみろよ。好きなんだろ。なんて言ったらいいのかな。お前もうあいつを追うのをやめろ。お前がわけわかんなくなるから。あいつはスピードにやられちまって、女の子なんか見ちゃいないよ。いい子して待ってても何にも変わらない。変わらなくてもいいんです。何言ってんだよ。お前はいい子すぎるなあ山本。さあどうかな。いい子なのは確かだけど。またこいつ物分かりのいい中年親父になろうとして。本当に今のままでいいんです。秋雄くんは秋雄くんのままで。でもありがとうございます、心配してくれて。佐々木さんって優しいんですね。な、何を。いや、それほどでも。どっちかっていうとやらしいよな、ガッちゃんは。うるせえ山本。ところで姉ちゃんテレビ出てるだろ、ドライブなんとかって。ドライブ5号。そう、それ。全然知らなかったけど、あれに一緒に出てんの木島だよな。ご存知なんですか。ああ、今は自動車評論家なんて言ってるけど、昔は結構な走り手だったんだ。あの木島さんが。ビッグマウスの一発屋だけどな。今度よ、チャンスがあったら一度連れてこいよ。ドライブゴーゴー。さあ、先週に引き続き今週も911を取り上げます。レイナちゃんは911好きかな。ええ、外車では一番好き。レイナちゃんファン聞きましたか。ファンは911をチェック。木島さん。いや、レイナちゃん、今日はポルシェですか。いつものやつは。これはデモカーだよ。いつも番組で宣伝してあげてるからね。私にも運転できるかな。おう、大丈夫。でもレイナちゃんはあるだろ。ええ、木島さん、ちょっと運転させて。あ、いいよ。やっぱりいいですね。お、あ、でもノーマルなポルシェってこんなもんなんですか。え、木島さん、あの、よかったらちょっと寄っていきたいところがあるんですけど。お、来た来た。マジで連れてきたぜ。あ、よ、久しぶり。元気かよ、木島。佐々木さん、山本さん。そっか、金になるならやっぱ外車か。まあ、文化とバックボーンもありますしね。文化？
吹くよな、相変わらず。口も出すが数字もきちんと出したからな、昔から。ああ、もうこんな時間か。すみませんが、また機会があったら。今夜中にアップしなきゃいけない原稿があるもんで。本当にすみません、久しぶりに会えたのに。なあ、木島、あの FC どうした？お前がゼロにいた時入れ込んでたあの白い FC3S だよ。時々こいつとも話してたのよ。あれどうしたのかなって。あれだけのチューンドだろ。誰でも乗れるってわけじゃないし。いい車だったよな。2ローター 13B で C7 を回し切る。最後のつくばアタックで500馬力ぐらい出ただろう。知らないですね、もう何も。というか、もう全然興味もないですから。あんな世界にはもう関係ないんです。ビッグマウスの一発屋はもういないんですよ。こんばんは。遅くにすいません。構わねえよ。何か用か？はい、リカコさんに。リカコに？この Z 見てもらいたくて。 Z か。